信長は雑賀衆を討ち紀州を平定した。機内で彼に逆らう者はいなくなった。信長は天下布武の総仕上げとして光秀、秀吉、勝家らを軍団長に任命、全国各地を制圧させた。そして自らは毛利を攻める秀吉に加勢すべく、わずかな手勢を率いて京の本能寺に入った。その夜、深い闇の降りた京の道を本能寺へと向かう一軍があった。織田の将、本能寺の変。木をたがえて咲く奇妙な花よ、この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀も言った。次は誰が来るか。申し上げます、明智光秀様、ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。おなき地平、父上、音もつかめずる。おやおや、明智殿のお嬢ちゃんも親父さんの謀反に参戦するのかい。お嬢ちゃんではない、わらわにはちゃんと名があるぞ。そちも父上に加勢するのか。なぜじゃ、教えよ。世話になってた松永殿が残したもの、その意味、結果かな。そいつを見極めたくってね。むむ、わかりにくいのじゃ。そっちは説明する気がないのであろう。わかるってのは幻想だ。それでも伝わるものがあるのは嬉しいね。分かってもらえないのを承知で説明するとだ。信長という絶対的英傑が築く、まあ運命かな。それに松永殿、浅井殿、明智殿といった小さな人間がどこまで抗っていけるのか、まあその未来に何が待つのか、おじさんはそれを見てみたいわけだ。何せおじさんは小さな人間が大きなことを実現できる方法を探してるんでね。オム、分かったのじゃ。え、分かったのかい、お嬢ちゃん。そちにも謀反を許す。父上と共に立つがよい。それからこれからはわらわを名で呼ぶのじゃぞ。
って、その名を教えてってくれよ。ま、お許しも出たってことで、謀反頑張りますか。Honnō-ji の兵は少数、一気に攻め入り、信長様の首を取ります。来るか光秀、俺がこの信長に背ききれるか見定めよう。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。頂上に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。ほんの今年の。さすれば父上は軍備を整えられる。心を切るためにあるのです。
上は何とし分かったのじゃ。でもお守りせよ開門。戦火よ、援軍は全部潰した。一部の隙もなく追い詰めてやるぜ信長。我こそは織田信長が嫡男信忠。日本人どもここで成敗してくれる。
ございますな。新聞に支障が出ます。なんとかしなければ。ゴム、なればあの者どもを櫓から落としとっちゃ。信長様、お逃げください。これも全て新しき世を築くため。開門。私を撃たないと先には進めないよ。それでもあの人の元に行くという。もはや私に引く道などありません。ここは通してもらいます。見事な
手で掴みます。であるか。ぬるいわ光秀。苛烈に攻め、信長を乱世をこすりたいのなら、信長様、明智十兵衛光秀、精神全霊をもってあなたを倒します。参りました。最後まで背き切ってみせい。信長様、信長様。天正十年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。